プロジェクト G はアンジールのおふくろさんの実験だった。ホランダーは俺がモデオヘイムで確保して会社に引き渡した。その後は会社から退去を命じられてもう随分経つ。会社はごたついてるらしい。俺の周りにはタークスの連中がいつもいる。偶然休暇が重なったとか言ってるけど、どうだか。でも、アンジールのことやジェネシスのことは、誰も何も言わない。まるで、最初からいなかったみたいに。ソルジャーを何だと思ってるんだ。この先、俺は何と戦えばいいんだ。ソルジャーの誇りって、なんだよ。オイル塗ろうか？そんなことはいいんだよ。なんだよこれ。俺また干されてるのか。息抜きもいいんじゃない？もう飽きた。よし、こっちから連絡する。統括ならもういないわよ。ラザード統括は行方不明。オランダに資金提供をしていたのは彼だったの。会社のお金を横領してね。あの統括が？ホランダーを取り調べ中だから、いろいろ分かってくるはずよ。何なんだろうな。みんな、何を考えてんだろうな。真実は、その人の中にしかない。その真実ですら、言葉にした瞬間に疑わしくなってくる。シスネ、ちょっとあっち行ってろよ。今度はエアリス？なんで知ってるんだよ。俺は監視されてるのか？監視されてるのはあの子。彼女は古代種よ。世界でたった一人きりのね。知らなかったの？あいつ何も言わなかったから。世界にたった一人きりか。その通りだな。気をつけろ。ジェネシスコピーだ。ジェネシスコピーだって。アクティベイティングコンバットモード。だれ？ジこいつらまだいたのか。もうジェネシスは。ジェネシスはいるのかもな。はあ？肉体をなくした精神はライフストリームへ帰る。だったらどうよ。星をめぐる精神エネルギー、ジェネシスの精神も今頃は。そのライフストリームからコピーを操ってるってのか？単なる想像だ。さあザックス、休暇終了だ。一緒に来てくれ。ジュノンが何者かに襲撃されている。
そりゃひでえ。またジェネシスコピーかよ。好き放題やりやがって。アクティベーティングコンバットモード。ジュノンには今ホランダーがいる。この襲撃は無関係ではないだろう。まだ終わっちゃいないか。我々は住民を避難させる。お前はホランダーの保護を頼む。俺がホランダーのお守り？敵の排除が先じゃないのか。ホランダーは機密情報を握っている。必ず保護しろとの社長の指令だ。ラザード統括が突然消え、ソルジャーの指揮系統は再編成中。この襲撃はその隙を突かれた形だ。ザックス、ここで動けるのはお前だけだ。ホランダーの保護を頼む。ホランダーはアルジュノン第8層の隔離施設に拘束中よ。上には非常エレベーターで行けるわ。この先の突き当たりよ。ザックス、頼むわね。取り調べはまだ終わっていない。敵に渡すわけにはいかないぞ。ああ、わかった。アクティベーティングコンバットモード。狙うぜ！もう手の手だ！うれっ！Activating combat mode. こっからが本番だ。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。本気を出せ。これならどうだ。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。
ジェネシス、いやコピーか。アクティベイティングコンバットモード。オランダ博士が脱走しました。ああ、上もう襲われたのか。いえ、市街の襲撃の対応で警備が手薄になった隙に姿を消しました。自力で逃げた、あいつが。はい、まるで襲撃のタイミングを知っていたかのようです。何者かの手引きがあったのかもしれません。居場所は、手がかりはないのか。アルジュノン第6層の監視カメラにホランダー博士が映っていました。ここはエルジュノン第6層なので、この先にいるはずです。アルジュノンへは中央通路のゲートを抜けて直進してください。ゲートはスイッチで開閉できます。了解、お前は怪我人を頼む。はい。ホランダーの重りは俺に任せろ。ホランダー、逃がすかよ。あぶねえな、邪魔すんなよ。もうアクティベイティングコンバットモード。コピーしすぎだろ。アクティベイティングコンバットモード。
行くぜ、とっておき。ホランダめ、待ってろ。Activating combat mode。はい。はっ、ブレ。本気を出せ。これならどうだ。本気を出せ。これならどうだ。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。この辺りの敵はほぼ制圧した。ゲートをロックして、ここを臨時の避難所にする。そっちは順調だな。こっちはホランダーを捕まえ損ねた。行かなくちゃ。ああ、頼む。
あの先は確か飛行場。飛行場から逃げるつもりか。まずい。来い来い来い。そいつらを止めなければジュノンはどうなるかな。あ、クソ、来たね。ゲートを破壊して住民を襲う気か。ホランダ、捕まえたら絶対ぶん殴ってやる。Activating combat mode.シスネ、今夜飯でもどうだ。残念、たった今任務が入ったところよ。そうか。俺が上に掛け合ってみようか。やめた方がいいわ。タークスの主任は怖いわよ。コンフリクトリゾルブ、決まった。おっしゃー。Activating combat mode. Ha! Breath! Ha! Breath! Ha! Sarek! Oshimai! Breath! Ha! Conflict resolved.Activating combat mode. Ha! Bre! Ha! Bre! 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 Conflict resolved. Osha!Activating combat mode. Ha! Bre! Ha! Bre! 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 Conflict resolved. Osha!Activating combat mode. Ha! Bre! Bre! Ha! Bre! Conflict resolved.
Activating combat mode. かかってこい。おい、ゾーン。お前、あの村を空爆して平気なのか？俺、全然納得いかねえ。我が社の不祥事の痕跡は全て消される。それを支えるのも我々タークスの仕事だ。またそれかよ。おっしゃー！ち、少し敵を逃がしたみたいだ。ホランダ、絶対許せねえ。今度はサソリ型かよ。ホランダメ、どんなコネだよ。アクティベイティングコンバットモード。精神を高め、肉体と一致させて。はっ！どうだった？いい線いってただろ。それは意識を集中してるだけだ。お前の力が解放されたわけじゃない。まあね、確かにあの感じとは違うわ。力を解放できる精神状態を知ることだ。それができなきゃファーストは無理だな。マジかよ。逃げるなら今のうち。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。
resolved. ホランダはあっちだよな。いい加減まずいぞこりゃ。そこまで。さあどうだろう。おい、バカな。ちやられた。任務失敗、査定大幅マイナスだな。セフィロス、100年ぶりか。あとはタークスに任せておけ。モデルヘイムへ行く途中だったが、お前がここにいると聞いてな。嬉しいな。再び事態は動き出したようだ。世界各地にジェネシスコピーが現れている。なんでだ。ジェネシスコピーは一掃したはず。ジェネシスは本当に死んだのか。あ、ミッドガルにもコピーどもが来ている。そうか。スラムにもな。俺が許可する。帰れ。おう。じゃあな。また。モデオヘイムがどうかしたのか。ホランダーが使っていた装置が強奪された。ジェネシスだろうな。またすぐに会えるさ。絶対だぞ。君よ、恋願え、命育む女神の贈り物。いざ語り継がん、君の犠牲、世界の終わり。人知れず水面を渡る風のごとく、緩やかに、確かに。